はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼッコです。それでは今回なんですけども、ジャパンネット銀行から PayPay ペイペイ銀行へキャッシュカードが無料で切り替え可能発行方法や注意点を解説ということで、今回は先日に引き続き PayPay ペイペイ銀行についてですね。この動画では、ジャパンネット銀行、改め PayPay ペイペイ銀行が開始したことによって、キャッシュカードが一部の対象者によって無料で発行できるかもしれないということについてお伝えします。まあ、ぜひですね、キャッシュカードの切り替えを検討されている方は参考にしていただければなと思います。それでは ってということでね、先日こちらの PayPay ペイペイ銀行超絶便利すぎるということで、まあ PayPay 銀行を開設するにあたってのキャンペーンとか、ちょっとしたサービスについて解説をしてますので、ぜひまだ見られてない方はこちらを先に見ておいてください。でですね、まあこちらがその PayPay ペイペイ銀行の新しくなるそのキャッシュカードなんですけども、まあもともとはですね、こちらのジャパンネット銀行から変わって PayPay ペイペイ銀行になりますよということなんですけども、 まあタイトル通りですね、もしかしたらその再発行の手数料が実質無料で発行ができるかもしれないということについてお伝えするんですけども、まあそもそもですね、こちらキャッシュカードの件名をジャパンネット銀行からペイペイ銀行に変更するにはどうしたらいいですかっていうふうに説明書きが公式ページに出ております。で、その中でもここなんですけども、お持ちの旧社名のキャッシュカードが IC チップ付きの場合、消費税含む1100円の手数料がかかる。 っていう風うに言われております。そうなんですよね。IC チップ付きの場合、1100円がかかるんですけども、まあ、今回は、もしかすると人によってはここの部分がかからない可能性があるかもしれないということで、この再発行手数料が無料になる3つのパターンということについてまとめさせていただきました。まず1つ目なんですけども、ジャパンネット銀行にもともと IC チップが搭載されておらず再発行するときということですね。ちなみにそれ僕なんですけども、僕の場合ですね、前回の ペイペイ銀行の動画でも解説をした通り、僕のジャパンネット銀行のカードがこちらですね。で、IC チップが搭載されてるジャパンネット銀行の カードは右のカードということでそうなんですよしっかりとここに入ってるのと僕のジャパンネット銀行のカードにはこの IC チップが入ってないんですよねまあ、正直いつ発行したかどうかというのは定かではないんですけどもとりあえず僕の場合はこの IC チップが入ってないのでまあ、結論から言うと搭載されてない場合に関しては無料で PayPay 銀行の新しいキャッシュカードかつ IC チップ付きのものが発行することができますでこれに関してはね後ほど再発行について実践をしてますのでそちらを見ていただければと思います続きまして2つ目 でですねここちらら IC チッッップががが搭載されていいるがウェブページにログインしたら再発行手数料が全額キャッシュバックということううんこれどういうことっていうふうに思うと思うんですが、2回言いましたけども。こちらですね、ツイッターで直接視聴さんより教えていただきまして、まあ、その画面を見ていただく前に、実際に PayPay 銀行でログインをしていただきたいんですけども、その時の注意点として、こちらアプリではなく、ウェブからまずログインをしてください。で、その時にですね、口座番号とかログインパスワードなど それぞれぞ入力していただまあ、これはね、実際の僕のログインした画面となってます。まあ、ほとんど使ってないんでね、残高は0円のままなんですけども、この画面を覚えておいてください。まあ、そこで今回視聴者様から教えていただいた情報なんですが、メッセージの中にそのジャパンネット銀行の IC チップ付きを使ってるらしいんですけども、このようなメールが来ましたということで、まあ、こちらのそれが画像なんですけども、 ちょっとなんか違くないですかそうなんですよ。この真ん中の部分なんですよね。ちょっと拡大してみましょう。こちら。日頃の感謝を込めて、なんと、新カード発行手数料全額キャッシュバック5月31日までということで、そうなんですよね。人によってはですね、こういったキャンペーンが開催されてる場合があるかもしれないということなんですよね。ここにも出てる通り、お客様へ限定のご案内ということになりますんで、おそらく、まあ人によって来てたりとか来てなかったりとか、そういったものがあるかもしれないです。なので、一概に、 全員が全員こういったキャンペーンが来てるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけども、ま、とりあえずね。 ペイペイ銀行の Web 上で試しにログインをしてみて、まあ、こういった画面になるかどうかっていうのを見てみるのもありなのかなというふうに思います。なので、おそらく僕の視聴者さんの中では、まあ、そのメールが来たりとか、ログインしたらこういった画面になったりとか、そういった場合もあるかもしれないので、ちょっとここは面白いのかなというふうに思いますね。発行手数料全額キャッシュバックは冷静に考えて熱いですよね。いわゆるその1100円が浮くっていうことになるんで、ぜひね、この機会に発行してみてもいいのかなというふうに思います。教えていただいた視聴者さん、ありがとうございます。 で、続きまして、三つ目なんですけども、こちら、IC チップが搭載されているが、番号を変更すると、手数料が無料になるかもしれないということで、まあ、こちらね、ちょくちょく僕の動画でもお伝えさせていただいている、ダックスさんという方がいらっしゃるんですけども、ダックスさんがね、 このようなツイートをされてまして、カード番号を変更したら再発行の手数料が無料でしたよっていう風に呟いてたんですけども、まあ、それについてちょっと PayPay 銀行のページないかなと思って探してたんですけども、こちらの画面が出てきました。カード番号変更という画面が出てきまして、ちょっと下に下がると、ビザデビット とビ付きキャッシュカードのカード番号変更キャッシュカード再発行についてのページがありましてここをちょっとそのまま読むとビザデビット付きキャッシュカードのカード番号はキャッシュカードを再発行することで変更ができます無料って出てるんですよおそらく このことで、再発行手数料が無料になったのかなということになりますんで、まあカード番号は変わるけども、いわゆる結局のところキャッシュカードが再発行されることになるので、実質懸命が変わって、なおかつ無料でできるっていうことなので、先ほどね、ダックスさんが行ったことが可能になるのかなというふうに思いました。まあちょっとわかんないです。ちょっとこれは僕が実践してないのでわかんないんですけども、一応ですね、このページにはそのキャッシュカードの再発行の画面が出てるんですけども、そのカード番号を変更した時の手続きみたいなのは出てないんですが、 もしですね、まあ、試しにカード番号変更で手数料が無料になるのかどうかっていうのも、試しに見てみるのもありなのかなというふうに思います。一応ですね、このページに関してはリンク貼っておきます。 で、今、こちらの3つのパターンをお伝えしたんですが、先ほどお伝えしたように、僕の場合ですね、もともと IC チップが入ってないジャパンネット銀行を使ってるので、それを早速ですね、PayPay 銀行の懸面として、まあ、再発行の手続きをやってみたいと思います。まずは、Web 上の PayPay 銀行の画面から入っていただくんですが、まあ、その前にですね、PayPay 銀行の画面なのに、ドメインがジャパンネットバンクっていうのがね、若干、やっぱり違和感があるとこではありますね。で、この画面から口座番号とか、ログインのパスワードなどを入力してログインをかけてください。 はい。で、うまくログインができましたら、こちらの画面が出てくるんですけども、この画面から下に下がっていただくと、ここにですね、ビザデビットという項目があるのです。ここをタップします。そしたら、ビザデビットのメニューが出てきまして、今回は、ここの、ビザデビット付きキャッシュカード切り替えっていうところですね、選択します。そしたら、ビザデビット付きキャッシュカード切り替えの画面が出てきまして、PayPay 銀行のビザデビット付きキャッシュカードを発行しますということで、その画面を下に下がっていただくと、まあ、ちょっと上で隠れてるんですが、カード番号を変更します。 で、すすが僕のの場合は特にね変変更更しししなななくても大丈夫なのででいをタップしますでその後に、ビザデビットの暗証番号、ピンの設定をするので、ここで暗証番号4桁をそれぞれ上と下に入力をします。で、入力ができたら次へをタップしてくださいで。そしたらですね、チェック項目が出てくるんで、それぞれね、2つの項目にチェックを入れていただいて、チェックが入りましたら、画面を下に下がっていただくと、まあ見ていただいたらわかるように、再発行手数料が今回は僕の場合は0円。 といで、この画面を下に下がったらですね、手元の古いカードについてということで、まあ、停止のタイミングがちゃんと出ております。キャッシュカードの場合に関しては、 新しいキャッシュカードまたは新しいカードのビザデビットを店頭でご利用いただいた時点で停止いたしますということそしてビザデビットカードに関しては新しいカードのビザデビットカード番号と有効期限はお手元のカードと同じになりますカード番号を月額利用料金やネットショップの支払いに登録している場合も変更せずご利用いただけますということでどこまでか確認できましたらここにチェックを入れていただいて暗証番号を入力して問題なければここの申し込みというところをタップしますそしたらですねお申し込み受け 受付けましたということでこれで手続きは完了です一応ですねここに原則3日目以降に当社から発送しますということですのでまあ、僕の場合はおそらく来週までには早くて届いてるのかなというふうに思いますまた届いたらねネタがあれば動画にしようかなというふうに思ってますでですねまあ、ここの手続きはできたのはいいものの発行した後にふとですね思い出したことがありましてジャパンネット銀行ではなくてちゃんとペイペイ銀行の件面で届くのかなというふうに思ったんですよ 一応ですね、公式ページには PayPay ペペ銀行の件名で届きますよという風うには言ってるんですが、まあね、僕のチャンネルをね、ちょっと前ぐらいから見ていただいてる方であればわかると思うんですけども、こちらのね、伝説の動画覚えてますでしょうか ?AUPay プリペイドカード届くはずが点点点ということで、まあこの動画でね、何が言いたかったかと言いますと、そうなんですよ。もともと AUPay プリペイドカードが欲しかったんですけども、 なんとですね、問い合わせて事前に確認したんですけども、こちら右側の古いタイプの au ウォレットプリペイドカードが届いたんですよね。もうね、これ結構確認して発行したにもかかわらず、まさかの古いタイプのカードが届いたので、正直トラウマになってるんですよね。まあ視聴者さんであったりとかツイッターでコメントいただいてることもあったので、ふと思い出しまして、まあそこはね、 キャッシュレス VTuber ゆずひこ、もちろん念のため問い合わせをしました。まあ、問い合わせるまでね、チャットで一問着はあったんですけども、たらい回しにされたりとか、まあ、なんとかね、たどり着くことができまして、早速問い合わせてみると、お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。ということで、もうそのままお伝えしまして、IC チップが搭載されていないジャパンネット銀行のキャッシュカードから、IC チップが搭載されたビザデビットに切り替えた場合、県面は PayPay 銀行のカードになりますかということをお伺いしまして、そしたら、 誰々様お問い合わせいただきありがとうございますとはい再発行されますと記載はペイペイ銀行となりますということでいやね一応ホッとしましたまだ届くまでは安心はできないんですけども一応ホッとしましたねでさらにねもう一つ聞きましてありがとうございますまた有効期限が切れた場合も新しいカードが発行する場合もジャパンネット銀行ではなくてペイペイ銀行のカードで 届くという認識でよろしいでしょうかそしたらですね。はい。今後発行されるキャッシュカードはすべて、すべて PayPay 銀行になります。ということでございました。なのでね、もう僕がここにしっかりと証拠を残してますんで、もしね、カード券面を再発行される方は、とりあえず PayPay 銀行になりますよ。ということでございます。まあちょっとね、届くまでは安心できないところではあるんですけども、とりあえず確認したらこんな感じとなりましたよ。ということですね。はい。ということでね、今日お伝えしたことをまとめです。カード3 財布発行するときは人によっては手数料が。 無料になる可能性があると。まあ、ちょっとね、誤字がありますけども。で、もし、まあ、発行する場合も含めてですね、事前に PayPay 銀行に今みたいにチャットとかで問い合わせて確認する方がいいかもしれないです。まあ、ちゃんとね、自分がその手数料無料で発行ができる状態のカードなのかとか、まあ、それ以外にも聞きたいことがあればですね、まあ、直接ね、聞いた方が、ま、安心に繋がるのかなと思います。で、それも全部含めてですね、もし行うそういうは自己責任でお願いします。今回ね、僕の経験談であったりとか、視聴様の情報を参考にさせていただいているので、人によって 若干ちょっっと変わってる部分がありますんあ、そんなこんなで今回は PayPay ペペ銀行のカード券面を無料で発行する方法について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあね、本当僕のカードが届くのがまあ多分おそらく来週ぐらいにはなるかなと思いますんで、まあこのね、カードの券面が見た感じだとちょっとね、Yahoo Japan カードみたいなあのサラサラしたようなカードタイプになるのか、もしくは今のね、使ってるジャパンネット銀行の ようなツルツルした懸命になるのかわかんないんですけども個人的にはどうでもいいんですけどもサラサラしたようなカード懸面が来てくれるとちょっと嬉しいなという風に思っております、まあ、ぜひですねカード懸面ちょっと変えてみたいなという方がいらっしゃいましたら今回お伝えした内容を参考にしていただければなと思います今回参考にさせていただいたダックスさんのリンクであったりとか PayPay 銀行のリンク含めて概要欄に貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ちなみに a u p プリペイドカードの件については全然根に持ってないですからね。